僕が初めて夢持ったのが中学1年生の時に J リーグを見て、あ、J リーガーになろうって、うん、プロのサッカー選手になろうって思った時に、それを口に出すとね、いやお前には無理だろうっていう風に言われるんですよね。まあゴール